はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、自民党佐賀県連青年局による、友好団体の皆さんとのですね、要望意見交換会をということで、開催を予定しておりましたけど、両代議士、古川代議士、岩田代議士にもですね、参加いただいて開催する予定でございましたけれども、コロナ禍ということでですね、今回ちょっと開催を断念したところでございますけれども、はい、その中でもですね、今回佐賀県商工青年政治連盟の皆さんから、意見をご意見ご要望をいただきましたので話を伺っていきたいなと思っておりまして、まずですね、主催者を代表して、古川局長からもう早速、4つ要望をいただいておるのを1つまず進行をお願いしたいなと思いますけれども、いかがでしょう。はい、ただいまご紹介いただきました自民党佐賀青年局長を仰っております佐賀県議会議員の古川博之と申します。早速友好団体青年部の皆様方から、いただいた、ご要望ご意見について皆様方と語り合っていければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは1ですか、キャッシュレス決済による手数料無料化の延長についてということで、テーマをいただいているんですけれども、はい、この点について、岩田先生の方からご意見というか、はい、内容をお伺いしてもよろしいですか。はい、はい、今日は衆議院の岩田でございます。こういうふうな形でですね、リモートですけども、いろいろと商工関係のですね、皆さんにお答えをするという形でこういう企画ご準備いただいてありがとうございます。そしてまずもってですけども、この度のですね、豪雨、災害、県内ですね、各地いろんな被害ありましたけれども、その商工関係の皆さんもですね、本当に、竹尾大町地区はじめとして、被害に遭われているということでお見舞いを申し上げたいと思います。このですね、被害を受けて、また本当に特にですね、2年前に受けられた地域の皆さんにもですね、が本当に心が折れそうな、そういうふうな声というのはしっかり受けたまっておりますので、これからもですね、政治の立場で、この皆さんを、またこれからも地域の経済の者として頑張っていただくようにですね、お支えをしていかなければいきたいなと、このように思っているところです。で、キャッシュレスの話ですけども、ですね、これ結構やっぱり、今その関係の方からすると大きなニュースだと思います。ちょっと資料がですね、ちゃんとこういうのをパッと画面に出せればかっこいいんでしょうけども、手元にあるですね、こういうふうにちょっと全く見えないですね、もわっとしてレインボーが出てますけども、PayPayはじめとしてですね、今度の9月30日でこのキャッシュレス関係のですね、決済の手数料が今までゼロだったのが、だいたい 1.6 とか 2% 弱ぐらいにですね、上がると。で、PayPayを筆頭に他の、いろんなサービスがですね、同じような形で、だいたい9月末まで、10月からは手数料が上がるというふうなですね、ことがあったということであります。これは、極めてそれぞれの企業の、話でありまして、国の政策でどうのこうのでこういうことになったわけじゃまずないということであります。ただですね、せっかく今、デジタル化進めようと、キャッシュレス化を進めようというふうなことでですね、いろんなポイント制であったり何であったり、形でこう進めてきたところでありますが、こんなところでちょっとブレーキを踏まれるというのは大変もったいないことだというふうには思います。ちょっとこれはまずですね、この手数料のほか、無料化がなくなるというふうなことを踏まえて、どういうふうにですね、これ支援ができないのかということは、まず要望として、受け止めさせていただけたらというふうに思います。言うまでもなくですね、コロナの状況で、特に今の厳しいですね、そういったお仕事があることは当然でありますし、そしてまたこのキャッシュレス化、DX 化のですね、流れをまたしっかりと推進をしていかなければいけませんので、そういった観点からのですね、支援ができるんじゃないかといったことは、しっかりと声を上げていきたいというふうに思います。あともう一点ですね、これ合わせてですけども、実はこの、今回のこのPayPayなどの話とは、ちょっと別の形で、クレジットカードなどのですね、手数料、
これはですね、実態、中身がどういうふうなものかというふうなんですね、結果的にはこれやっぱり適正な金額に引き下げていくべきだという議論なわけですけども、こういったことが経産省の中で議論が進められているところでありました。結構ですね、ちょっとうまく説明するのも大変ですけども、そのクレジットカードで誰がどのくらいその手数料というかですね、コストがかかっているのかというのはかなり複雑な仕組みでありまして、こういうのをですね、ずっともつれたその状況をきちんと整理をして、結果的にその手数料といったものを適正な形に下げることができればと、こういうふうな議論はですね、今やっているところでありますので、これはいわゆるキャッシュレスの方が手数料は低いわけですけども、そういったものも含めてですね、こういったコストがですね、減っていくというふうなことは、ぜひ取り組みとしてもですね、今やっているということはお伝えをしておきたいというふうに思っております。まずもってのですね、私からのお答えといたします。はい、ありがとうございました。全部でですね、大きなテーマとして4ついただいておるんですよね。で、先ほどの1つが、キャッシュレス決済。で、今回、それではですね、次に、2番目に行っていいですか？はい。2番目のですね、交通安全対策の強化ということで、千葉県の八街市でしたっけ？ですね、登下校中の、事故というところでですね、ニュースを耳にされるわけで、県内でも通学路の歩道が狭く、すぐそば、子供たちのすぐそばを車が通過している箇所もあるということで、歩道の拡幅なり、交通安全対策の強化をぜひお願いをしたいという声をいただいておりますけれども、これについて、古川大義氏の方からお答えをいただければなと思いますけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、わかりました。よろしくお願いします。古川康氏でございます。本当に八街市の事故も悲惨でありましたし、またそれに限らず残念なことに毎年いろんな形で子どもたちが犠牲になる事故、特に交通事故というものが起きているということで、先日この八街市の事故を受けた後の総理を本部長とする交通安全対策の関係の閣僚会議におきましても、これまで以上の取り組みをしっかりやっていかなくちゃいけないということが大きく問題になりました。で、これを受けてまずやっているのが、今の状況がどうなっているのかということの確認であります。国土交通省、文部科学省、そして警察庁が一緒になって、今どういう箇所がどういう状況にあるのかといったことの調査を行っているところです。それを受けて、例えば徐歩道の整備が必要だとか、もっとラインをきちっと書いた方がいいとか、そういった必要があるものについては取り組みをしていきましょうという流れになっています。で、この、事故と前後するんですけれども、これまで警察庁がやってきた事故防止のための取り組みのポイントというのが、スピード規制だったんです。特に住宅地なんかであまりスピードを出されると、それが交通事故につながっていきますので、ゾーン30、ゾーン30というのを作って、30キロ以下でしか走っちゃいけませんよというようなエリアを作って、それをいろんな場所で広げていくことによって、交通事故を減らしていこうという取り組みをやってたんですけども、その交通スピード、その制限速度の制限だけではダメだということで、それと合わせて目で見て分かる、ここはスピードを出しちゃダメなんだということが分かるようにしていかなくちゃいけないということで、そういうその物理的な速度規制と見て分かるような視覚的な制限、この2つを組み合わせるものをゾーン30プラスという新しい制度としてスタートさせることにして、具体的にはこれからその取り組みが始まっていきます。こうしたことを通じて、交通事故の数を減らしていくということをやっていかなければなりません。もちろんお話になるような自歩道の整備を進めていくということも大事で、この国土の強靭化というものの中に、こうした安心して子どもたちが通学できるような環境を作っていくということもしっかり私は入れていくべきだと思っていますし、
これからの経済対策、あるいは来年の予算の中でも、こうしたものが少しでも箇所数が増えていくような取り組みをしていかなければいけないと思っています。最後に1点なんですけど、こうしたアプローチとは全く違うんですけども、今自民党の中で、この公立の小学校についてスクールバスを設置しようというそのための勉強会がスタートをしました。確かに児童を作るということもいいんですが、まあその家を一軒動かさないといけないみたいなことがこう何件も出てくるわけですね。ということで非常にコストもかかる。そういったことを考えれば、むしろ子どもたちを安全な環境のもとに通学できるようにしていくことが大事なんじゃないかということで、こうした通学路の整備と合わせてスクールバスの整備についてもしっかりやっていきたいと思っているところです。以上であります。はい、ありがとうございます。もう通学路の安全対策というのはもう何かあってからの対策じゃなくてですね、そのもう未然に防げるようにもうやっぱり我々も頑張っていかないといけないのかなというのが切に思うところでありますので、ぜひまず両代議士にはぜひお力添えいただきたいなと思っております。上田さんもずっと交通安全でですね、いろいろやっていただいているので、日々感じておられると思います。ありがとうございます。岩田代議士どうぞ。岩田代議士どうぞ。古川議員、あれですよね、子ども庁のですね、構想の中に、まさにこの子どもの安心に関して、これ一元的にやろうっていうふうな、そういうふうな取り組みもですね、やっておられる、そういう考え方があるわけですよね。おっしゃる通りですよ。もうありがとうございます。はい。まさにそういう、その安全、子どもの安全を確保するっていうのが、うちの安全、学校の安全、そして家と学校を結ぶところの安全というものもあります。そういう中で、その子ども庁を新しく作っていくにあたって、このスクールバスなんていうのも、一つの大きな目玉になる可能性もあるかなというふうには思っています。ですよね。じゃあこれ、文部科学省がやるのか、ね、もしくは国土交通省がやるのかみたいな、この省の縦割りで、この話がなんか進まないということじゃなくて、この子どもの安全にはもうこの子ども庁でやるんだと、まあ、こういうふうなですね、アイデアを、今、これ、ね、具体化していこうというふうにしてるわけですから。はい、進めている最中です。はい、ね、はい、ありがとうございます。3つ目ということで、まあ、消防団の人員確保の強化ということでですね、いただいているご意見の中には、消防団に入団してくれる青年が少なく、人員確保に非常に苦労をされている地域が多いと感じられているということで、まあ、災害が多発している中での消防団の力というのはもうとてもですね、まあ、重要だというのはもうこれはもう皆さん周知のもう事実ではあるのかなと思っております。で、まあ、その中にですね、市役所職員や県の職員さんなんかも、積極的に入電していただけるように通知をぜひお願いをしたいということでありまして、まあ、昨今この消防団の問題というのはですね、いろんなこうもう問題という課題ですね、課題がまあいろんなところでこう議論がなされているわけですけれども、まあ、今回はその市の職員さんとか県の職員さんを積極的にこう登用してほしいというようなことでありますけれども、これについて、古川代議士ご意見をいただければと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。本当今回の災害でも消防団の皆様方に大活躍をしていただきました。今回前回の時と違って、自衛隊の方々がもう人命救助を終わられたら撤収をされたということもありますし、ボランティアの方々が県外からなかなか来ていただけないというような状況の中で、消防団の皆様方が本当に、活躍をしていただいたということで、私のところにも多くの方々からの感謝の声をいただいたところで、ございます。本当にありがとうございます。そういう中で、市役所職員にもっと消防団の職員になってほしいというお話でございますが、これは全くその通りだと思っています。上田さんのいらっしゃる武雄市というのはその先進事例みたいなところになっていて、確か33歳以下の武雄市の職員というのは、まあ、よっぽどの事情がない限りは消防団員になってくださいよというようなことで、私の調べた限りではね、結構なっていただいていて、33歳以下82名中48人が消防団員になっていただいているというふうにも聞いています。
そしてまた全職員360人いらっしゃる中で消防団に加入している職員は121人ということで、まあ、本当によくこの一人の人間としても消防団員として活躍していただいているんだなと思います。令和元年に、総務省消防庁が全国に出した通知においてもですね、市町村職員の人たちにはぜひ消防団員になってくださいということのお願いをしています。ただ一方で公務員の方は何かあった時に仕事をしてもらわないといけないというところもありますので、そこには気をつけていただきながら、でも消防団員として活躍する、入っていただいて活動していただくということについてもぜひご配慮いただければということで、お願いをしているところでございまして、成功事例は他業種をはじめなんですけども、いくつもありまして、まあ、こうしたものを横展開していけるようにもっと情報を共有できればと思っています。ちなみに、佐賀県庁の県庁職員も消防団員になってるんですよ。佐賀市の消防団の中央分団というんですかね、そこ の中に県庁部というところがあって、県庁職員が消防団員になってます。機能別消防団員ということですね。私が知事しているときに、とにかく県庁職員も消防団員になろうということの呼びかけを随分してたんですけれども、じゃあ県庁職員そのもので作る消防団の組織を作ろうということで、まあ、こうしたものも作りました。総務省消防庁によれば、県庁職員、県庁が組織になって消防団のにを作っているのは多分これしかないんじゃないかというふうにも言われています。まあ、今消防団をめぐる人の確保の話とから始めて様々な課題があるわけですけれども、ぜひこうしたものについてもいい実例を佐賀県が示していくようにできればと思っているところでございます。皆様方と一緒にまた運動を続けていければと思います。以上です。はい、ありがとうございます。これもう難しいんですけどね、もう一つ、まあ、あるんですけど、こう民間企業のに所属されている消防団員の皆さんが、もちろんね、日頃の仕事もあり、抱えながらのボランティアでの消防活動ですけど、やっぱりその、有事の際に職場を離れてでも現場に出やすいような環境というのも合わせて考えていかないといけないのかなというところが、非常に僕個人的にちょっとずっと感じているところなんですよね。消防団に協力していただく事業所っていうものを、その表彰する、まあ、公表をしていくっていうことによって、そういったことに対する社会的な評価を高めていくということもあると思いますし、私が前に提案したのは、そういう協力をしてくれる企業の住民税をちょっと負けてやるとかできないのかというようなこととかをしていければですね、まあ、そういう事業所としても協力をしている分、まあ、金で返すっていう言い方も変ですけど、気持ちとしてですね、そういうことをしていらっしゃる方、事業所に対する、気持ちを表すことができるっていうこともあるんじゃないかと思うんで、なんかそういったことを、この青年局のテーマとして、こう、あちこちの議会で訴えていただければ、ちょっと面白いかなというふうにも思います。ありがとうございます。地域ごとにですね、なんかそういういい取り組みみたいなものがですね、いい事例が出てくるとですね、やっぱそういうのは当然いろんな地域で参考にできるわけですから、本当ですよね。ぜひご検討いただきたいなと思います。はい、それの際には青年局もできる限りのことは頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、最後のテーマに移りたいと思います。最後のテーマ、コロナ禍で融資を受けている方へのさらなる金融緩和等をということでですね、まあ、本当にですね、もう皆さん歯がゆい思いをずっとし続けられているこのコロナ感染ウイルスではございますけど、やっぱりこういろんなこう、まあ、融資を受けて今をつないでいるけど、今は稼げていない中で返済していくことが今非常に困難であるというようなところでですね、
コロナで打撃を受けている業者さんへのさらなる支援をお願いしたいと、もう切実な声だと思うんですけれども、これについては、岩田代議士、よろしいでしょうか。はい。まあ本当にですね、この今コロナの状況で、まああの、業界によっていろんなですね、状況あるみたいですけれども、まあ、おしなべてですね、影響を受けてあることに、本当にしっかりと私たちも寄り添わなきゃいけないと思います。まあ、今いただいたですね、そのご質問、ご意見で、まあ、さらなる金融緩和をということと、まあ、稼げてない中で返済していくのはまあ大変だというふうなことでですね、まあ、の要は融資とそうじゃない形での支援をというふうな意味で受け止めさせていただいています。まず融資の方ですけれども、これはですね、やっぱりその昨年もうすでにコロナ日本で感染が拡大し始めてもう1年半ぐらい経っていますが、相当迅速にこの融資の体制はですね、これ対応ができたんだろうと思ってますし、まあ、あの、無利子無担保のですね、融資、まあ、こういったものは政府系金融機関も、まあ、今はもう引き続きですね、延長をして、まあ、受け付けていたりもしますし、まあ、あの、もうすでに期限はちょっと切れてしまいましたけども、民間でもですね、そういった取り組みを、まあ、してもいったところでありました。まあ、こういったところがですね、きちんとスピーディーに、まずは対応ができたということで、このコロナによる倒産の部分はですね、まあ、なんとか食い止めることが、できてきたんだろうというふうには思っているところであります。ただ、まあ、この1年半というふうな時期が経ってですね、こういうふうな中で、もういよいよ本当に苦しいと、まあ、緊急事態宣言や、まん延防止、こういったものがですね、何回も繰り返されるような状況になっては、まあ、本当にお手上げだというふうな状況が近づいてきているんだというですね、そういった悲鳴ももちろん聞かれます。こういったところにですね、しっかりと答えていくということは、とても大事だというふうに思っております。そういうふうなことで、まあ、融資はですね、まあ、引き続き万全にやっていくとともに、やっぱり今のですね、状況からすると、そうではない。前のですね、この持続化のですね、給付金であったり、こういうふうなもののですね、もしくはあの家賃の補助の給付金、こういったもののですね、次のバージョンといったものが、私は必要なんじゃないかと、まあ、こういうふうに思っています。例えばですね、この年度内ですね、ですから、この今年度の後半半分ですね、ここをちゃんとまずはしのげるというふうなイメージを持ちながら、まあ、家賃であったり、ですね、様々なそういった固定費をちゃんと支えていくというふうなこと。まあ、これはですね、まあ、できるだけ業界だとか地域とかを限定をせずに、やっていくというふうなことが、やはりこの望まれるんじゃないかと。まあ、こういった取り組みをですね、やはり今後の大事な課題として、考えていくべきだろうというふうに、思っているところであります。また合わせてですね、まあ、この、まあ、今、災害の問題もですね、これありますので、この点もちょっと触れておきたいと思いますけれども、まあ今回ですね、この激甚の指定というふうなことが佐賀県もなりましたけれども、まあ、残念ながらこの商工関係への支援というのがですね、まあ地域限定というふうな形になりました。まあもちろんですね、大変な水害に遭われた、そういった地域の皆さんは、この対応ができるということでありますけれども、まあそうじゃない地域ですね。例えばその私の選挙区である、東の方も、まあ佐賀市でもそうですけれども、やはりこの、浸水があってですね、冠水をして様々なものが壊れたりですね、この営業で使っている様々な機械が壊れたりというふうなことはやっぱりあっております。まあこれもですね、やっぱり2年前、3年前も起こってたというふうなことでありますから、やっぱりこういうふうなとこも含めてですね、なんとか対応できることがないかと。まあちょうど昨日は古川議員も来られてましたけども、地元の、竹尾市、また大町、嬉野、こういった地域のですね、首長さん、議長さん方と一緒に陳情活動を行いましたが、ここでのやっぱり大きなテーマもですね、やはりこういうふうなところでありました。よりちょっと幅広くですね、対象にできるような取り組みをですね、ちょっとぜひ私たちも、ここで頑張って、まあ、災害遭われた皆さんをですね、支えていかんばいかんなと、こういうふうに強く思っておるところです。はい、以上です。はい。私からも付け加えすれば、まさに今、岩田先生がおっしゃったような固定費支援っていうのを、業種、地域を問わず行っていくというような思い切ったことをやっていかないと、このコロナ禍の経済不況の中から出していくことは難しいのではないかと思っているところです。また、災害についても申し上げれば、岩田先生と一緒に昨日回らせていただいて、あと今日も、加藤官房長官のところに行ってきました。で、そこでも、もう強く、
その本気にならないと、なりわい再生補助金という事業者支援の制度が得られないというのを何とかしてくれないかと。その特に、もう大町や竹雄をはじめとして、2年前、まあ、2年経たんうちに2回同じような目に遭ってるっていうのは、これはある意味災害が続いているのと一緒だと。だからそういった人たちが希望と期待を持ってこの場所で仕事を続けられるように何らかの特例を作ってほしいということを強く訴えてまいりました。いや、実は、今日その日お昼ぐらいだったんですけど、その時間帯に NHK が総理が総裁選に出馬されないっていうことを速報で流した時間帯だったんです。そういうバタバタした時間帯にもかかわらず、予定通りきちんと時間を取っていただいて、丁寧に官房長官には対応をしていただきました。加藤官房長官のご地元も、3年前ですかね、西日本豪雨でやられて、非常に厳しい思いをした。で、やはりその後にも同じようなことがあったそうです。そういったこともあったからよくわかるというお話をしていただきました。ぜひとも、なんか特例的なところをですね、実現できればと思っているところです。以上です。はい、ありがとうございます。本当に、このコロナ禍でですね、商工会関係の皆さんというのはもう私はもう地域の光だと思っているんですよ。この関係者の皆さんがやりがい生きがいを持って仕事を従事されることが地域の光につながっているんじゃないかって、私はもうずっと常々そう思っているんで、ぜひともですね、この皆さん、いろんな事業をされている皆さんが、これまで同様に事業を継続できるように、ぜひとも、両代議士には、お力添えをいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。はい。それではですね、以上をもちまして、4つの大きな項目の、ご回答ということで、お話をいただいたわけですけれども、まあ、今回、まあ、幸いですね、商工青年政治連盟の皆さんから、このような形でお声をいただいたんですけど、ぜひ今回ですね、いろんな友好団体の皆さんにもお声かけをしていたんですけど、コロナ禍で中止をせざるを得なかったということで、幸いこのようにしてお声をいただいたわけですけど、ぜひこの商工さん以外にもですね、いろんな友好団体の青年局関係の皆さんから、これと同様な形で声をどんどん私たちも吸い上げていこうと思っております。その際はぜひまた古川代議士、岩田代議士ともにこのような形でご参加いただければと思っておりますけれども、いかがでしょうか。喜んで参加させていただきます。はい、いいと思う。ありがとうございます。はい、それではですね、また次にお声をいただいたときにはまたこちらからお声かけさせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上で終了します。はい。